Playing normal, I guess. Wait, I beat the game, right? I think that's right before I beat the game. Remember I beat the game? I think I did. Remember Joshua jumped off the thing and then it rolled credits? Oh, that's loud. SE voice any file, how loud was it? So I put the volume on 30, that's the only difference. Volume on 1, 2, 3, 3 pips each. Okay. Okay, looks like the sound didn't change. We have to relaunch. Also, my controller stopped working again. Okay. ヨシアとお祭りを回って帰りにアイスクリームを食べて、夜は父さんと一緒に晩餐会に出て、それで Oh, she remembers now. 嘘ここヨシアと父さんの部屋だ。確か私シェラ姉と同じ部屋だったはず。どこからが夢なんだろう。よっしゃ Uh-oh, he's gone.
あら、エステル。ずいぶん遅いお目覚めね。知らねえ。まったく。昨日はいつまで経っても帰ってこないから心配しちゃったわ。でもその様子だと、ヨシアといろいろ話せたみたい。知らねえ。ヨシアは？え？ヨシアを探してるの。知らねえ。見かけなかった？今朝は見かけてないけど。っていうか、あんた昨日は疲れてそっちの部屋で眠ったんでしょ？起きた時にはいなかったの？え？私が疲れて寝たって、それって誰から聞いたの？先生からだけど。父さんが。それじゃ、父さんは見かけなかった？先生なら、さっき階段を登って空中庭園に上がっていったけど。Okay, thanks, bye. ちょっとエステル！どういうこと？逆位置の恋人たち。Can I open the menu? Oh, I can. Practice weapon. Start at level 36. The map. And so the controls are exactly the same. Everything seems to be pretty much the same.エステルか。父さん。あのね、大変なの。わかっている。ヨシュアは、行ってしまったようだな。どうして、なんで父さんが知ってるの？昨日、軍医から帰ってきたら、ベッドにお前が寝かされていた。そしてテーブルには、あいつの書き置きが残されていた。それで、大体の事情はわかるさ。だったらどうしてこんなところでのんびりしてるの？早くヨシアを探さないと。やめておけ。あいつが本気で姿を消したら、たとえ置いても見つけるのは無理だ。5年前、あいつに狙われた時、俺もかなり苦戦させられたからな。私、今までずっとこの質問はしなかったけど、ヨシアって何者なの？見くらう蛇、そう名乗っている連中がいる。名士と呼ばれる狩猟に導かれ、世界を闇から動かそうとする結社。ヨシアはそこに属していたらしい。見くらう蛇。正直、遊撃士協会でも実態がつかめていない組織でな。世間への影響を考えて、その存在は半ば伏せられている。だが、それは確実に存在し、今回のクーデターのようにな。それってあのロランス少尉のこと？ああ、間違いあるまい。もっとも、関与していたのはその少尉だけではなかったはずだ。ある意味ヨシュアも協力者の一人だったようだからな。ちょっと待って、それってどういう意味？書き置きに書かれていた。ヨシュアはこの5年間、どうやら自分でそれと知らずに報告する暗示をかけられていたようだ。そんなことって。正直、得体の知れない連中だ。深入りするのはやめておけ。意味がわからないんですけど、それってヨシアを放っておけってこと？ねえ父さん、答えてよ。いずれこんな日が来ることは分かっていた。5年前、ヨシュアが俺の養子になることを承諾したとき、あいつはあることを俺に誓った。あること？自分という存在が、結社という過去が
何らかの形で自分に接触してきた時、俺たちの前から姿を消すとな。何それ。お前の気持ちもわかる。今まで家族として暮らしてきたんだ。だがな、男には譲れない一線というものがある。だからお前もヨシアの気持ちも分かって。知ってたんだ。何？ヨシアがいつか私たちの前からいなくなっちゃうかもしれないって。父さん知ってたんだ。すまん。先生、シラザーゾ、みっともないところを見られたな。いえ。責めないのか、俺を。私もそれなりの事情があって先生のお世話になった身ですから。先生とヨシアの気持ちはどちらもわからなくはないんです。そうか、そうだったな。でも一つだけ、女の立場から言わせてもらえれば、先生もヨシアもかなり最低です。そんなわけない。ヨシアがいなくなるなんて、そんなことあるわけない。おっと、嬢ちゃん、こんなところでどうしたんだ。濡れちまう前にさっさと家に帰った方がいいんじゃないか。きっと先に家に帰ってるだけ。ヘイさん、ありがとう。急いで家に戻ることにするわ。なんだ？それにしても今の子、
どこかで見かけたことがあるような。そうか、クーデター阻止に協力した。僕のエステル、君と一緒にいて幸せだったけど、明るい光が濃い影を作るように、君と一緒にいればいるほど僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになったから。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。私、ヨシアのこと傷つけてたの。出会わなければよかったって。私。あかん、あかんな。澄み切った青空。Hey, it's Kevin. そして頬に心地よい風。そんな中で君みたいな可愛い子が。元気なさそうな顔しとったらあかんよ。Insensitive jerk. 女神様もがっかりするで、ほんま。ああ、ちゃうで。決して怪しいもんとちゃうよ。ただ乗船した時から君のことが妙に気になってな。なんか元気ないみたいやから、俺の素敵トークで笑顔にしたろと。ま、そんな風に思ったわけや。よくわからないけど、ありがとう。まあぶっちゃけナンパしとるんやけどね。どや、暇やったら下の展望室にでも付き合わん？ドリンク注文できるみたいやから、お近づきの印におごらせてもらうわ。あの気持ちはありがたいんだけど、
まり気分じゃなくてごめんなさい。そっか。それじゃあナンパはやめて本業に切り替えた方がいいかな。迷える子羊導くのもお仕事やし。本業？これや。I'm part of the church. それって確か七曜教会の。ビンゴ。聖杯の紋章や。俺はケビン・グラハム。これでも七曜教会の神父やねん。へえ、そうなんだ。って冗談でしょ。なんで？俺めっちゃ真面目な神父さんやで。三度の祈りは欠かしたことないし、聖典もほら、肌。ごめん、座席に忘れてきたわ。説得力ゼロなんですけど。ほんと、おかしなお兄さんね。わ、今ちょっと笑ったな。やっぱ可愛い子は笑顔でないとな。ま、そういうわけやから。よかったら神父として相談に乗るで。ナンパは抜き、空の女神に誓うわ。でも何をどういう風に相談したら。私ちょっと待ってよ。なんか知らんけどごめん、俺が悪かった。よしよし、いい子や。今まで我慢しとったよな。気の済むまで泣いたらええよ。女の子に胸貸せるなんて役得や。どや、ちょっとは落ち着いたか。私エステル、エステル・ブライトっていうの。遊撃士協会に所属しているわ。エステルちゃんか、名前もめっちゃ可愛いやん。って遊撃士協会。これでも遊撃士よ。あんなみっともない姿見たら信じられないかもしれないけど。いや、そんなことないで。よく見たらそれっぽい格好やし。やっぱ何かの武術をやってるん？防術を少しね。そういうケビンさんは本当に教会の神父さんなの？どう見てもそうは見えないんだけど。あいた、きついな。まあ、俺は巡回神父やから。ちょい、巡回神父？礼拝堂のない村ってあるやろ。そういう村を定期的に訪れて礼拝や日曜学校を執り行うわけや。ま、教会の出張サービスやね。なるほど、そんな神父さんがいるんだ。まあ、礼拝堂勤めの神父と違って方位とかも適当なやつが多くてな。そんなわけで多めに見たってや。まあいいか。それじゃあケビンさんはこれからどこかの村に行くんだ。いや、実は俺リベールに来たばっかりなんや。巡回神父の手が足りんらしくて本山から派遣されてきたんやけど。
本山ってどこにあるのか知らないけど、大陸中部にあるアルテリア報告ってとこや。まあグランセル大聖堂の大司教さんに着任報告する前にちょいと観光でもしたろ思ってな。でこうしてブラブラしてるわけや。わく、ダメじゃない。ほんと、いい加減な人だね。ええねん。いずれ巡回する場所の下見や。こうして悩み事がありそうな可愛いことも巡り会えたしな。うんうん、これぞ女神のお導きやで。調子いいわね。でもありがとう。泣いたらすっきりしちゃった。ダメよね。うん、ちゃんとヨシアを信じないと。え？あ、ヨシアって私の兄弟みたいな男の子なんだけど、いきなりいなくなっちゃったから私ちょっと驚いちゃって。いきなりいなくなったって、それって家出かなんかか？ううん、違う。一足先に家に帰っただけなの。だって家族なんだもん。勝手にいなくなるわけないんだから。うん、でもほんと失敗したな。告白はタイミング悪かったかも。ヨシアに会ったらうまい具合にごまかさないと。なあエッセちゃん。いや、あんな俺さっきも言ったように観光中やから特に用事もないねん。せやからロレントって町で降りてエステルちゃんを家まで送ったるわ。We're back home. Been a while. ここがロレントか。こう言うたらなんやけど、発着場がある以外は田舎やね。悪かったわね、田舎で。一応言っておくけど礼拝堂だってあるんだからね。お、なら後で教区長さんに挨拶しに行かなあかんな。でエステルちゃんの家ってどっちの方にあるん？それなんだけど、見送りなんて必要ないってば。町から出てすぐのところだし、これでも一応遊撃士なんだから。遠慮せんでええよ。レディーの送り迎えは男の義務や。それに自慢の彼氏にも一度お目にかかってみたいしな。彼氏ってそんなんじゃないんだけど、まあいいわ。家に着いたらお茶くらいはご馳走してあげる。サンキュー。ほな案内したってや。
I think it's this one, remove device. Okay. There we go. Oh, this is not 45 degrees, huh? Yeah, the stick, and then we have the bumpers. There we go. Looks like Olivier got munched alive. What happened to Joshua?
Oh, this is the entrance. Or something. どうしたの？まだオートにいるはずじゃ。ヨシアが家にいるはずだから迎えに来たの。Yeah, you called earlier? Mm. You called? What do you want? What did you play that song? What? Why'd you call? What?What'd you call? I'm bored. Oh. I can tell you about the movie I just watched. I felt sick multiple times today. Is it because of food or anxiety? No, I just felt dizzy and awful when I was washing dishes. And another time. And when I woke up. Sounds like emotional issues. God, I think there's something wrong with my throat.Oh, no duh. You want to get the mucus glands removed? I don't know, maybe. That would be a really big benefit. You'll survive a whole 1 second before you die. And I don't think I told you what happened on me. What happened? I was saying yesterday how in the new chapter in Yakuza 5 you have to play as a new character. Yeah. So can you guess who it is?You told me, but it wasn't listening. No, I didn't. Kiryu? No. Majima? No. Majima's dead. A Chinese guy? No. The guy Haruka banged? No.You're getting close, though. Haruka-san? No. Yakuza 5. Oh. does it relate to Haruka? Yes. Haruka's sister, no. Brother. No.The mom? No. I went on 4chan today and read Genshin Impact threads. Why does it relate to Haruka? No, use your brain. One of Haruka's bodyguards? No. Haruka's the guy who shot Haruka. Holy shit, that person's fat as hell. Jesus Christ. Brother.Or just a part of the guy who shagged Haruka. I don't know.
No. Oh my god, so fat. Jesus Christ. Can you punch him in the face? No. No. The guy who helped Haruka deliver the baby. No. I don't know them. Haruka. You get to play as Haruka. Yep. She fights. Nope, I'm very disappointed in that. You have to do like the, you know, like the rhythm game, like the singing, you press the buttons, you do amazing dance battles. But like, you don't do, you, there's like random encounters. The good thing is you don't have to do them. They're like, you talk to the person to do a random battle, and then like the main like story thing is just doing the dance battle. It should become an idol. But you only have to do... She wants to become an idol. Yeah, you don't remember? She has a child. No, he doesn't. What? No. She didn't she like... What? I don't remember what happened about that, but that was like Yakuza 6. Oh, wait, this is 5. Oh, okay, whatever. You can't be an idol. Thankfully, the Haruka element only lasts for like an hour maybe, or 2 hours maybe. Now I'm playing as Akiyama. So why'd you send me? So why'd you send me that song? I know, I just thought about it. I sing that when I brush my I just teeth. Remember the Boto part. I just remember the Boto part. Boto, da 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 da. Catherine, can I have a safety buzzer for safety? Is that Randy Pitchford? Did I send you this video? Would you find this funny? What? Well, if you'd find this funny, whatever. I send you this. I don't want to watch that. Stand down, motherfucker! Or stand up! Sit down on that chair and stand! Sit down, stand up, and sit! Or sit down and stand! Or sit like down on that person? Chair and stand up right now, goddammit! Stand there and sit! Red Dead Redemption 2, goddammit, I'm fucking mad! Pull it out of your ass and sit on it! Sit down on that fucking chair and stand up, motherfucker! Keep fucking sitting! Stand and fucking sit! I don't get it. Heather, I don't get it. Okay. Kathleen, you remember Jim Sterling? Yeah, did he touch a kid or something? No, can you guess what he did to himself? He click-clacked himself? What? No, I didn't realize it, but he's like a fat, like, trans now. It was very disturbing. My Jimmy's was wrestled. I saw it on 4chan. I'm like, that's what happened to him, huh? I was very disturbed. I guess he was always fat. But, like, I guess that's what life in MI6 does to you. Do you know he was in MI6? Like James Bond. What the fuck is this? James Stephanie Sterling. He changed his name, too. Oh, my goodness. Why is this channel still called Jim Sterling? Jimquisition? I don't fucking know. What the fuck is this shit? I know, right? You can't decide. What? I unsubscribed maybe like 10 years ago or something because I thought he was annoying. It was a lot of whining, and I didn't like his whining, so I quit. Wasn't his whole icon was built off of like, yeah, we're manly man who games. No. He was just someone who complained a lot about video games. You know, like Total Biscuit? Like Total Biscuit, but I thought he was like way more annoying than Total Biscuit and did more news. And I didn't really care about news because news is gay.
And that is fucking disturbing. Holy shit. Oh. How old is he? I don't know. You know he worked in MI6? Like James Bond? What? Yeah. You can just work there and then yeah, leave? Yeah, people work for the CIA. You know, people have to work the agencies. They have to have people staffing them, doing stuff. So isn't he going to be like under like observation for the rest of his life? No, probably not. No, you're just not allowed to talk about things. Didn't he have a wife? What the hell? I don't fucking know. Hey, you want to see a fat person thread on V? No. She's really fat. Cosplaying as Tifa is very disturbing. That's scary. That's also scary. Is that Resident Evil? What is that? How old is he? Oh, he's 39. Yeah. I'd be older. The hell is this? Captain, what Damn. The hell is Nikkei and why is it so popular now? Captain. What is this? Oh, damn. Person's Polly. Catherine, I'm playing Trails in the Sky SC right now. You sure? I mean, I also turns out my controller I was using was actually Tommy's because I was rubbing my finger around the back. You know, there's like the tag, like with the serial number and the barcode and stuff. It was bugging my finger. I'm like, wait, didn't I rip that off? And I looked at my other one outside, and it had it ripped off, so I took Tommy's by accident. But I think this controller is busted, because, like, the right trigger, when I push it down and, like, push it down into the left a little bit, there's, like, a little divot there. Tommy's playing. You should give it back to him. I did. I traded it back. Yeah, Tommy. Tommy, I took your thing. Oh, can I have it back, please? No, we traded. He had mine. Tommy, do you want to trade controllers? Yeah, sure, whatever. Okay. What the fuck? I don't know. Would you enjoy this image? I don't know anything about it here. What? Maybe. What the fuck, Pog? Pog. Pog. Seb Royenthal's dead, by the way. He killed him. Great. Because he betrayed the Empire. Wait, which one? The black hair one. He got killed? Wait, you didn't watch The Legend of Galactic Heroes on me? Not fucking watching that. It's really good, though. Like, it's really good, though. You should watch it. Why aren't you watching it? It's so good. I don't even like anime, period. No. But, like, it's like, really good, though. No. But, like, why don't you watch it? It's only, like, 120 episodes. Hey, why don't you play Final Fantasy 14? No, but you know what, Sami? Everyone on 4chan says Final Fantasy 14 is goy slop. That means you're goy. I don't fucking know what that means, and I don't care. Well, goy is non-Jewish people. What? Non-Jewish people. That's goy. Good, right? No. Like, the what? Jewish people are the master race, right? So, like, the Jewish people are, like,
good, and then like everyone else are like goyim. Oh wow. Yeah, so goy slop is the masses slop, so shitty stuff for the masses, basically. I mean, like Genshin Impact, that's goy slop. Call of Duty. Anything that's popular, I guess, and not good. Oh. Like Elden Ring. I love that. I guess Elden Ring's more complicated. I guess like simple games. Simple and popular, but usually just popular. That's what they call it, because they hate everything on the internet. Yeah, isn't it great to be apparently a Trails in the Sky is awful too, even though I love it. So I think they're gay. Yeah. Guess what? I mean, everyone on 4chan just shitposts just to be angry and mean. Yeah. Well, I was reading the 500 post Genshin Impact thread on V, because apparently the general is just full of like pictures and stuff and retards, so now how I have many, nerds yelling at each other there instead, which is more how many buttholes did you see? What? How many buttholes did you see? Zero. It's not an adult board, so zero. They can't post pictures of butthole? No. Like, not on V. You can only do that on the adult channels. No, so like naked venti butthole. What? Naked venti butthole. Yeah, no, you're not allowed to. What? You don't know that? There's rules, you know. Holy shit, you don't know that? Well, like, if I were to go on, like, there JoJo, literally aren't any, okay? There's pictures of fat cosplayers, but that's not, like, naked fat cosplayers. So just look on 4chan right now! Go on V, and then you can see. I couldn't see naked butthole. You have to go to the adult threads. Like, I don't know, adult hentai or adult ecchi, probably. Or random. You know, anything underneath the adult or miscellaneous tabs that says not safe for work. Everywhere else it like automatically deletes, or the jannies have to do it. Where's the rules? Oh, there's no rules. Wait, where do I see the rules? View announcement? No. Janitor acceptance? Whatever. Let's see. Pretty sure you're not allowed, because I've never seen it. Yeah, but, like, I remember the last thread you sent me, there was a lot of risque stuff. What? What? What thread? The husband thread? Yeah, but none of it was nudity. Oh, yeah, now I think about it, yeah. Let's see. I mean, are safe for work, so no. It's not. You don't see gore. Of like one of the Genshin characters being fucked, but they didn't show, they cropped it out. Yeah, you can crop it. Oh. Boards that have a blue background are safe for work, so no, it's not allowed, Sunmi. Oh, it's Wesker. Wait, it's not allowed. It's safe for work, Sunmi. Okay. I seen a gif of a man shitting on a baby during the day on V. It's best to assume every board is not safe for work, but, like, I don't see it. What's your opinion on Wesker? Wesker! I gotta eat some bread, man. Kinda, are you on a diet or something? Guess what I ate for dinner? Like, yesterday. Okay. No, like, 11:30 dinner. Okay. No. That's what I eat for breakfast. I think I was very depressed yesterday because I didn't eat until like 4 p.m. I was hungry, but like I didn't have motivation to make food to eat. Then Jonathan, you like, have something fucked up going on with yourself. You're then feeling, I had like crispy. Five chicken wings. I had to heat it up for like an hour, and then I had five chicken wings I ate. I was so hungry when I was heating up, but I was like, nope, I gotta wait 10 more minutes because I had to resauce it and then reheat it the second time. Jonathan, you gotta go to therapy. Get your ass to therapy. I don't know, man. Get your ass to therapy. Get your shit fixed so we can go to Japan. I know.
want you mucking up everything because you feel that. I don't want to address it. Mithril has. I don't want to find them. Yeah, you can go on V right now. There's a not safe for work one. I don't care. I want to save that. You know, the more emotionally unstable you are, the more terrible financial choices you make. You're perfectly not honest. Finances, right? Make good choices. Kathy, you got filtered. Did you know that? Filtered on what? You got filtered on Final Fantasy X laughing scene. What do you mean? You got filtered. I don't know what that means. What do you mean? You got filtered. I don't know what that means. You got filtered by the laughing scene. Okay, great. Let me read you the definition. I don't want to know your Gen Z word, so I'm gonna hang up now. It's a 4chan word. It's a pleb filter, because you're a pleb, son me. Okay. This guy's a priest? Does he have Strikers on? I guess my Strikers are gone, but what about him? Oh my god, it's pronounced Trouble, not Trouble. Oh,
Long may his stem grow. He's not home. Super Ace Combat 7 VR. How do I do that? None. That's a shame. The king of fruit and fish, long may his stem grow. ここがエステルちゃんの家か。なんちゅうか、あったかそうな雰囲気の家やね。そうでしょう。あたしと父さんとお母さん、それにヨシアとの思い出がいっ。なるほどな。で、そのヨシア君ってのが。うん、間違いないわ。ついてきて、紹介するから。Well, he's not inside.どんな野郎か知らんが、罪作りのやっちゃ。しゃあないな。ただいまー、ヨシア。ねえ、帰ってきてるんでしょ？おかしいな。ヨシア、帰ってきているはずなのに。あ、父さんの書斎にいたりして。Uh-oh, he ain't here. そうだ。私の部屋にいる可能性もゼロじゃないよね。やば、下着とか出しっぱなしにしてたかも。Nope. よかった。出しっぱなしにしてなくて。まあヨシアだったら私の下着なんか見たって平然としてるだろうけど。He ain't here. ヨシア、入るね。私バカだ。彼氏おらんみたいやな。それともあれか、一旦帰ってきてからまた町にでも出かけたとかか。うん、やっと目覚めたみたいやね。本当はね、ちゃんと分かってたんだ。ヨシアは行っちゃったって。家に戻ってるはずないってちゃんと分かっていたんだよ。そっか。でもね、この部屋が最後だったから。他にヨシアの居場所なんて私には思いつかなかったから。だからここでおしまい。私はもう
二度とヨシュアに会えないんだ。諦めるの早ないか。所詮運命なんちゅうもんは女神にしか見えへん代物や。そんなもんに縛られた気になって諦めるのは早すぎるで。大事なんはエステルちゃんが何をどうしたいってこととちゃうか。でもヨシアを探そうにも何の手がかりもないし。いや、そうでもないやろ。その彼氏がどんなやつか俺は知らへんけど、何のきっかけもなしに姿を消すやつなんておらんで。え？最近彼氏の言動や態度で何かおかしなことはなかったか？もしくは彼氏に関係ありそうな奇妙な出来事が起こったりとかな。ずっと一緒にいた君にしかわからんことやで。The anguish. A lull. ヨシアがおかしくなったのは、あの休憩所に戻ってから。嘘。どうして、なんで私、あの時会った人が思い出せないの？大丈夫か？めっちゃ顔色悪いで。うん、そっか。ヨシアの目的は悪い魔法使いを止めること。あの時私が会った人がその魔法使いだとするなら、それがクーデタを影から操っていたのと同じ人物なら、悪い魔法使いはまたリベールで何かをしようと企んでいるはず。私が遊撃士として、ひょっとしたら。よく気づいたな。He is Cassius。父さん、知らねえ。どうしてここに？悪い、エステルちゃん。定期船を降りるとき、ギルドのオート支部に連絡させてもらったわ。え？まったく驚いちゃったわよ。あんたを探してギルドに行ったら、ちょうど連絡が入ってくるんだもの。で、慌てて先生と一緒に出発直前の貨物飛行船に乗ったわけ。まあ、そういうわけだ。ケビン神父と言ったか。連絡してくれて本当に助かった。礼を言わせてくれ。いや、とんでもない。部外者が出しゃばったりして、ほんますんませんでしたわ。あの父さん、私ね。分かっている。深入りするなと言ったのはただの俺のエゴだ。男としての、父親としての論理をお前に押し付けただけに過ぎん。そうシェラザードに叱られてな。知らねえ。今回は全面的にあんたの味方よ。覚悟はしていたが、あいつがいなくなったことが思っていたよりもことだから、せめてお前だけは危険な道を歩かせたくなかった。命と引き換えにお前を救ったレナのようになってほしくなかった。だがそういうふうに考えるのはお前にも今更ながら思い知らされたよ。父さん、軍を立て直すため、俺はしばらく、おそらく奴らの狙いはそこにもあったのだろうが、今度こそ俺はお前のことをろくに手助けもできんだろう。それでも決意は変わらないか？うん、私まだまだ未熟だけど、それだから私やってみる。見食らう蛇の陰謀を阻止して、きっとヨシアを連れ戻してみせる。そうか、ならば何も言うことはない。遊撃士として、それから一人の女として、お前はお前の道を行くといい。私そうだ、大事なことを言い忘れていた。
エステル、どうか頼んだぞ、ヨシュアを。あのバカ息子を連れ戻してくれ。わかった。またこの家でみんなで一緒に暮らすためにも絶対にヨシを連れ戻すから。Oh, it's a video codec. Kaline? Didn't I already download that? Yeah, I did download code Kaline already. Huh.It's the bobcat. Yeah, that intro is pretty cool.
Is it in crash again? Hey, it's Annalise. Yeah. さすが強烈だね。でも今度はこっちの番だよ。剣技八葉滅殺。まだまだ。Boom! I did it! Are you okay, Anera-san? I didn't mean to hit that hard. I'm okay. I've got a guard too. But I'm tired. 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 I'm tired.ちょっとくらいは返せないとね。やる気だね、エステルちゃん。それなら、ついでだからもうワンセット付き合ってくれる？うん、のぞ。あらあら、二人とも元気ね。あ、管理人さん、おはようございます。管理人さん、おはよう。はい、おはよう、エステルちゃん、アネラスちゃん。朝ごはんができたから呼びに来たんだけど、お邪魔だったかしら。あ、そうなんだ。アネラスさん、どうしよう。そうだね。ご飯冷めたらもったいないし、今朝はこれで上がりにしようか。管理人さん、クルツ先輩はどうしてます？クルツさんなら演習の準備があるって先に済ませちゃったわよ。なんでも今日の演習はかなりハードなんですってね。そんな風に先輩が言ってたんですか？うん、朝食はしっかりとっておくようにとの伝言よ。二人ともいっぱい食べてしっかりスタミナをつけてね。はあ、結構お腹いっぱい。練習前にこんなに食べたらまずいような気がするけど。管理人さんの料理ってほんと美味しいもんね。でも訓練と違って途中でバテるわけにいかないし、ちょうどいいんじゃないかな。うん、確かに。やっぱりスタミナは基本よね。それにしてもここに来てからもう3週間か。正直あっという間だったな。エステルちゃんものすごく頑張ってたもんね。私も一緒に訓練しててほんといい刺激になったよ。そう言ってもらえると嬉しいな。でもクルツさんが訓練教官として来てくれたのも驚いたけど、まさかアネラスさんが私と同じ訓練を受けるとは思ってもみなかったわ。私も声優力士になってから半年くらいの新米だからね。シラ先輩からエステルちゃんの話を聞いて渡りに船だと思ったんだ。前々からこの訓練場のことは先輩たちに聞いて興味があったし。そっか。でもこんな場所があるなんて、ギルドも結構大きな組織なのね。最初父さんたちから話を聞いた時はあまりピンとこなかったんだけど。言ったように、もう俺はお前を止めるつもりはない。だが正直、今のお前の実力では結社の相手は。あ、そこでエステル、ルロックルに行ってみないか。ルロックル？レマン自治州にある遊撃士協会が所有している訓練場だ。宿舎の周りには様々な種類の本格的な訓練施設が用意されている。遺跡探索技術、レンジャー技術、サバイバル技術、対テロ技術、実践レベルの訓練を行うのに最も適した場所と言えるな。そんな場所があるんだ。
でも自治州ってことはその訓練場外国にあるのよね。私今リベールを離れるわけには。外国とは言っても国際定期船を使えば1日よ。訓練期間はそうね、1ヶ月もあれば一通り終わるわ。その間何か情報が入ったらすぐに連絡できるよう手配する。それならどう？ま、進めはするが、決めるのはあくまでお前だ。よく考えてみるといい。ううん、もう決めた。私、訓練を受けてみる。アロマ。うん、思い切りがいい。どうやら自分でも思うところがあるらしいな。考えてみれば、私って今までヨシアに頼りきりだった。何か事件が起こった時はいつもヨシアが導いてくれた。でもこれからは自分の判断が頼りなんだよね。だから私、その訓練場で自分を鍛えてみる。エステル、そうか。なら明日にでも訓練場の利用を申請するといい。ロレント支部からできるはずだ。うん、わかった。ね、エステル、出発が決まったらオートの100人になろうか。え、どうして？声優劇士になったお祝いよ。ストレイガース、せっかくだから新しい仕事用の服を買ってあげるわ。なるほど。その服ってシュラ先輩のお祝いプレゼントだったんだね。
difference. の仕上げとなる大事な演習があるそうね。気合を入れて頑張ってくるのよ。うん。演習、おいしい晩ご飯と一緒に帰りを待ってるから。やあ、おはよう、エステル。今朝の朝練もすごかったな。ここまで声が聞こえてきたよ。工房の方はまだ開店前だけど、出発までには間に合わせるさ。オーブメントの調整や何かはその時に改めてお願いする。工房の方はエステルたちの
ちゃん、もう準備できちゃったの？ううん、これから部屋に戻るとこ。そっか、なら早く用意しないと。じゃあエステルちゃん、ま、うん、それじゃ早く準備してくるつ。やあ、エステル君か。すぐ装備を整えて1階に向かってくれ。演習の開始までもう終わり間がないぞ。まずは自室に戻って装備を整えてくるんだ。演習の開始まで。さてと、演習というからには一通りの装備が必要になりそうね。実戦と同じで何が起こるかわからないし。うん、今日も頑張らなくちゃ。これでよし。それじゃ玄関に行くとしますか。Oh, I changed the picture. It was on the original picture at the beginning. That's cool. I have to actually equip my better one. まずはクルツさんから話を聞いてくれよ。なんだか君たちに渡したいものがあるみたいだよ。まずはなんだ。ほらほら、早く席に着いて。クルツさんとアネラスちゃんがさっきから待ってるわよ。早速演習を始めよう。エステルちゃんの席は私。本日の演習は遺跡探索だ。この宿舎の西にあるバルスタール水道に入ってもらう。バルスタール水道、古めかしい名前だけど、やっぱり訓練用の施設なの？ああ、中世の遺跡を改築した施設でね。昔の仕掛けも残っているし、危険な魔獣も多く徘徊している。なるほど、かなり実戦に近そうですね。それじゃあ早速その水道に出発するんですか？いや、その前に二人ともこれを見てくれ。オーメンツ、あれ、これってもしかして戦術オーブメントですか？ああ、その通りだ。動力魔法の使用を可能にする。これは先月財団から納入されたばかりの最新型でね。スロットの数は1つ増えて7つ。今までのアーツに加えて新型のアーツも組むことができる。へえ、すごいじゃない。うんうん、かなり期待できそうだね。で、クルツ先輩、私たちももらえるんですか？ああ、希望するならギルドから無償で提供される。ただし難点が一つあってね。新型は基本アーキテクチャが大幅に変更されてしまったんだ。だから互換性の問題で以前のクォーツが装着できない。新規格のクォーツが必要になる。それってつまり今まで合成したクォーツが無駄になるってことですか？残念ながらそうだ。面倒だろうが、また最初から一つずつ揃えてもらうしかないな。そりゃないわよ。確かに迷っちゃうよね。このまま今のオーブメントを使い続けたらダメなんですか？ダメじゃないが、推奨はしない。新型オーブメントは全ての面で以前のものより性能が高いんだ。最大 EP も大幅にアップするし、最新型のクォーツにも対応できる。将来的にはさらなる身体能力の向上が期待できるということだ。それに何と言っても以前のオーブメントになかった新しいアーツが組めるのが大きい。エステル君、ロランス少尉を覚えているか？え？ヤロー？うん、忘れるなんてできっこない相手だけど。シェラ君から聞いたが、彼は未知のアーツを使ったそうだな。複数の相手を一度に攻撃しながら混乱効果を与える上位アーツ。実は新型オーブメントではそのアーツを組むことも可能なんだ。名前をシルバーソーンという。シルバーソーン、それじゃああの赤い隊長さんは新型を使っていたんですね。その可能性は高そうだ。さて、
君たちはどうする？やっぱり迷っちゃいますね。将来性は新型の方が上だけど、当面の戦力弾は痛いし。私は新型を使いこなしてみたいな。え？あの時、私はあの金髪男に全く歯が立たなかった。オーブメントを変えたからって自分が強くなるわけじゃないけど、それでも私より大きな力を使いこなせるようになってみたい。だからエステルちゃん、うん、確かにそうだね。クルツ先輩、私も新型使わせてください。いいだろう。それでは受け取ってくれ。あとこれを渡しておこう。それだけあれば基本的なクォーツは揃うだろう。練習に行く前にそこの工房でロベルト君に合成してもらうといい。新しいクォーツとオーバルアーツのリストはブレイサー手帳に追加しておいた。工房に行くときには自分たちで確認しておくように。うん、了解です。さらに今日の演習は長丁場になるはずだ。いざという時に備えて食料も用意した方がいいだろう。食料ですか。それはフィリスさんにお願いすれば OK ですよね。ああ、ロベルト君とフィリス管理人。さて、エステル君にはついでにこれも渡しておこう。あ、いいな。しかも結構良さそうなものじゃない。ああ、準遊撃士での功績に対するギルドからの報酬だと思ってくれ。ありがとう。それでは自分は宿舎の出口で待っている。準備が終わったら来てくれ。それじゃあエステルちゃん、早速演習の準備を始めようか。うん、フィリスさんとロベルトさんのところ。There's two yellows. First wall for immunity. Blue still healing. And some attack with a lot of healing. Ariel's pretty easy to get to. It's just 3 green, 1 yellow. Time. It's a 20% chance. Oh, poison 2. Drops early. Oh,
どうやら二人とも新型オーブメントにしたみたいだね。手帳に載っている新型クォーツとアーツのリストにはもう基本的なところは一緒だけど、能力の変わっているのもあるから、さてとオーブメントのことで忘れ、さてと説明、少なくとも回復のアーツぐらいは、回復のアーツをわからなかったら、回復のアーツ、ブレイサー手帳にはクォーツをご、grab and evade. Oh, we can just make one of each. I guess we'll make one of each. Action is pretty good. I like speed. Oh, everything's open though. That's nice. の演習はまた一段と厳しいみたいね。手軽に回復できる便利な料理をささっと教えてあげちゃうわ。そうそう、食材も忘れずにね。今もらった食材で料理を作れちゃうんですか？うん、基本的な料理はもちろん作れるんだけど、食材の中には魔獣が落とすものもあるの。そんな材料をたくさん使う料理は食材を集めるだけでも一苦労よ。確かにいろいろと変な食材があったわよね。うん、なるほど。働かざる者食うべからずですね。料理についての詳しい説明はブレイサー手帳にもあるから、時間があるときに見ておいて。それじゃ、お二人さん。ありがとう。お料理試してみますね。新しいクォーツを作って、回復系のアーツも用意したから、これでようやく出発できるな。はあ、確か西の方にある中世の地下水道でしたよね。ああ、バルスタール水道だ。先ほども言ったが、水道内には危険な魔獣が徘徊している。二人とも準備はいいのか？わかった。それでは出発しよう。二人ともついてきてくれ。了解。わかりました。That's kind of cool. You don't have to walk anymore. You can fast travel. ここがバルスタール水道。へえ、
結構大きな地下水道みたいですね。オートの地下水道ほどではないが、それなりの広さはあるだろう。本日の演習は水道の採用にあると思われる。機密文書？あくまでもそういう想定での演習だよ。とにかく水路の採用まで行けばダミーの書類が見つかるはずだ。それを回収できたら演習終了さ。話を聞いてる限りだと簡単そうに聞こえますけど。当然演習というからにはいろいろと用意してるのよね。まあご想像にお任せするよ。ちなみに徘徊している魔獣がかなり手ごわいのは確かだ。ひょっとしたらチェインクラフトを使いこなす必要があるかもしれない。チェインクラフトっていうと、ここに来てから特訓した仲間同士による協力攻撃ですね。ああ、複数の仲間が敵を同時に攻撃できるクラフトだ。せっかくだからこの演習中に試してみるといい。うん、わかった。それと戦闘に際して、あ、これって、これは魔獣手帳ってやつですね。ああ、戦った敵の特性が分かり次第。敵の情報か。うん、まず敵を知ることは兵法の基本でもあるからね。恩に来ます、グルチ先輩。礼には及ばないよ。加えて言わせてもらうと、傷を負った場合にはオーブメントの回復装置も念のために用意したからね。さすがはクルツさん、何もかも準備万端ってわけね。うん、それだけに私たちもちゃんと期待に応えないと。それでは行ってきます。二人ともどうした？体力を回復。魔獣を蹴散らしてきたけど、もうこの通路も終点かな。うん、そうみたいだね。ねえエステルちゃん、そろそろあれを試してみない？あれって、あ、チェインクラフトね。せっかく特訓した新しい連携攻撃だからね。漢字をつかむためにも早速実戦で使ってみない？それじゃチャンスがあれば。うん、よろしく。Combat music. So crap does do more damage. Mada mada, これから。That's a very good buff actually. Oh, it only lasts 2 turns.
よし、問題なく倒せたわ。あっと、そうだった。どうかした、エステルちゃん。あ、うん、魔獣手帳のこと。ちゃ、あ、そういえば。ちょっと待ってて、すぐに。サラサラサラ。うん、これでバッチリね。Oh, we don't have eagle eye, that's why they're partially invisible. This is a main way, what's in the side way? Wait, so is this the right way then? Only a single target. A crit hurricane. Parts delay. Damn, they hit hard.
One celestial bomb, seriously? Does your sister run all the way back to the beginning for doing that? Still's back alive, right? Yep. Let's move to the left, see what's on the left side. I like how it saved my last use thing, that's so nice. That's so nice actually. Right for that there.
get home. Oh, here we go. We can put that on animals. Oh, it doesn't matter. So how? Oh, I have to go down. Ah, here we go. Yeah. ようやく来たか。 Hey, Kurt. クルツ先輩。ちょっと待って、入り口のところにいたはずなのに、どうして先回りしてるわけ？実は他に抜け道があってね。君たちが仕掛けを解除している間に、まっすぐここに来させてもらったよ。ガック、せっかく苦労して仕掛けを解いてきたのに。それはともかく。やっぱりここが地下水路の採用なんですよね。ああ、その通りだが。それじゃあ回収する機密文書っていうのは。There were no confidential documents at all. やっぱり。自分の役は機密文書を強奪しに来た某国の武装工作員だと思ってくれ。当然同じ目的を持った者たちは実力を持って排除させてもらうよ。機密文書は単なる口実。本当の演習課題は探索中の予想外の構成ってわけですね。そういうことだ。それではこちらから行かせてもらうぞ。Just clock up both of us. Get buffs for everyone. This is probably.
宝珠貫けぬこと鋼のことし、穏やかなること白波のことし、まだまだこれからよ。Wait, are you seriously? You can't attack them, huh? Oh, that sucks. やれやれ、手加減したつもりはなかったが、どうやら自分の負けのようだな。私たち勝ったの？うん、さすがは宝術使い、二人がかりでやっと勝てたね。さて、工作員が無力化したことで君たちは機密文書を回収した。今回の演習はこれにて終了だ。まさか、宿舎に戻って昼食を取ったら南にあるサントクロワの森に向かう。演習の反省点を見直す意味でもみっちり訓練を受けてもらおうか。クルツ先輩って本当ようじゃないですよね。 I didn't check out the right side. Whatever. さてと、本日の訓練は終了だ。二人ともご苦労だったね。疲れた。確かに今までで一番ハードだったね。やれやれ、まだまだ体力が足りないな。今夜は早めに休んで、明日に備えておくといい。はーい、お疲れ様でした。はあ、今日は本当にハードだったね。
まあここでの訓練もそろそろ仕上げみたいだけど、嬉しいような残念なような。それにしてもクルツさんってかなり強くない？私たち2人を相手にしてもまだまだ余裕がありそうだったし。それはそうだよ。砲術使いのクルツといえばリベールの遊撃使者ナンバー2だし、一番はもちろんエステルちゃんのお父さんだけどね。ちなみに声優劇士のランクは G から A までの7段階あるの。私なんて半年かけてやっと F に昇格できたけど、クルツ先輩なんて B でもうすぐ A に昇格するらしいよ。へえ、 A 級って言ったらジンさんと同じってことよね。でもその凄腕のクルツさんの記憶を奪った犯人って私止められるのかな。エステルちゃん、どうしたの？真剣な顔して。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃって。ひょっとしてヨシア君のことを考えてた？ああ。
うん、そんなところかな。そっか、私シラ先輩から少し事情を聞いただけだけど心配だよね。今どこで何をしてるかとか。うん、でも大丈夫。所詮ヨシアなんて一人で勝手に思い詰めて出てった家出息子に過ぎないんだから、絶対に見つけ出して首に縄をかけてでも連れ戻す。そうだね、その息だよ。エステルちゃんがその気だったらヨシア君は絶対に見つかる。お姉さんが保証してあげるよ。ありがとう。あ、でもアネラスさんってあんまりお姉さんって感じがしないような。あー、ひどい。エステルちゃん、私のこと子供っぽいとか思ったりしてるんでしょう。ぎっいや、そこまでは。これでも君より2歳は年上なんだけどな。ま、いいや、年上扱いされるより友達として付き合える方が嬉しいし。今後ともよろしくね。あ、うん。さーてと、そろそろ休んで明日に備えるとしますか。ずいぶん疲れちゃったけど、明日の朝練出られそうかな。あ、それは大丈夫。私いくら疲れてても次の朝にはあんまり残らないから、アネラスさんさえ良ければいくらでも付き合わせてもらうわ。やった、そうこなくっちゃ。それじゃおやすみなさい。うん、おやすみなさい。さてと、私も部屋に戻って休もうかな。あ、そういえば演習でセピスを手に入れたっけ。新しいクォーツも揃えたいし。Sell the Celestial Bond for some money. Max out on ingredients first. It's 1k Mira for the... おや、エステル、それはいわゆるセットするにはスロットのそれなりにセピスが必要だけど、工房のメニューで。That's very useful. Thank you.
あ、エステルちゃん、もしかして。あ、うん、アネラスさんは何してたの？うん、クマさんたちとちょっとお話ししてたんだ。クマさん？すっごく可愛いでしょ。このふわふわで柔らかい、もう触ってるだけで元気が湧いてきちゃうよ。これがアネラさんの元気の源ってわけね。うん、そういうことだね。はあ、ぬいぐるみと触れ合ってると、うん、やっぱり可愛いことは正義だよ。 Or something。 おや、エステル君か。こんばんは。クルツさんは読書中？ああ、東方の兵書を改めて見返しているところだよ。古代の戦争を記したものだが、我々から見ても学ぶところが多い。君にも一読をおすすめするよ。私にはちょっと難しすぎるかも。でも東方の兵書か。あのクルツさんってもしかして東方の出身なの？ああ、出身はリベールだが、元々は東方の家系らしい。祖父の代に向こうからはるばる移住してきたそうだ。私が使う砲術もその祖父から伝授された家伝のものなんだ。ああ、そうだったんだ。便利な術だと思うけど、道理で見かけないわけね。確かにリベールでは私以外の使い手を知らないな。その気があるならエステル君、君に伝授して差し上げようか。ああ、もちろん本当さ。ただし、その前に数冊の兵書を読破してもらう必要があるが。ごく、私には無理ね。古代の書物には学ぶべき知恵が隠されている。機会があれば敬遠せず、どんどん触れてみるといい。そうした見識を高めることもブレイサーには必要なことだよ。